おはようございます。眠すぎる。でもちょっとね、起きて移動したいと思います。近くの快活クラブに来ました。もうちょっとね眠いので、ここでねちょっとまた休憩して、シャワーして化粧もして準備を整えてから来たいと思います。よしと準備完了。いやー、めっちゃ雨降ってるね。バスちゃんの活性が上がっていることを祈るしかない。行くぞ。はい、ということで高知県で有名な川、ハゲ川に来ました。早速やっていくぞ。まずはね、結構このぐらいのサイズの小魚がたくさんいるので、護岸沿いをささっとシャット通していきたいと思います。ここはちょっと木から落ちてくる虫とか食ってきそうなので、ツーウェイ投げたいと思います。ちょっと移動してまいりまして、流れ込みに羽物やっていきたいと思います。よし、ここは滝の中ワンチャンスありそうなので、ブラストボーン投げたいと思います。滝の下の岩にね、流れてくるものを待ってるバスちゃんがいるかもしれないので、ジグヘッドワッキー投げたいと思います。
今日の中で一番魚っ気のあったポイントに戻ってまいりまして、ドライブスティック、これならベイトにも似てるし、これをバックスライドでキワキワを攻めてみたいと思います。
いや違うな、なんだっけ、とりあえずエビパターンっぽい感じで釣れました。どんでん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 、高知県萩川フィッシュ、イエーイ。43センチぐらいかな、やったね。招き猫とか置いてあってめっちゃいい感じの雰囲気じゃない？早速食べに行こう。めっちゃお酒が置いてあるこのお店や、市場だけどお肉屋さんもあるんだね。鯛めしもいいね。迷うな。何これ、うちのたたきは高知で一番美味しいと勝手に思うちゅうってなってる。気になる。ここに塩たたきにしました。めっちゃ一切れが大きくて美味しそう。高知の方のカツオは結構色が濃いですな。気分だけでもノンアルのビールも頼みました。いただきます。美味しそう。うん、何これ、カツオじゃないみたい。めっちゃ肉厚。うん、なんか皮がパリパリで美味しい。そしてね、塩が超効いてるからめっちゃビールに合うね。お酒に合うカツオのたたきって感じ。皮が炙ってあるのかすごい香ばしいし、なんか燻製の香りっぽい感じがする。全然臭くないし。二口目はわさびをちょっと乗せていただきます。合う。やばい、わさび多すぎるかなと思ったけどめっちゃちょうどいいわ。ガリね。ん？ガリかと思ったらニンニクだわ。おぉ、生ニンニク、めっちゃ辛。でも合うね。ヘビー。やっぱめっちゃ合うわ、やっぱり。そしてこのノンアルも美味しいな、なんか甘くて。気分最高。ごちそうさまでした。うまかった。道の駅板の到着。ちょっとここで仮眠したいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。次の動画もぜひぜひ見てね。Mm-hmm.